はい、どうも皆さん、こんにちは、沖縄です。今回は最大強化した、ウルトラスーパージャネンバ一体選出やっていきます。前回のレジェンズフェスティバル前に登場したウルトラというわけで、もうすぐ1年が経過するんですよね。性能見ていきましょう。バトル開始し、夜逃げ 100% 増加、夜溜め 150% アップ、火ダメージ 70% カット、ドロ速アップコストダウン、そして気力減少無効化が60カウントついてます。打撃射撃を使用するたび、体力回復、気力回復、夜溜めアップ、さらにお手軽特化無効があると。そしてユニークゲージですね。時間経過で溜まっていき、マックスになると、敵の突進系アーツを跳ね返すことができます。他にも体力回復、気力回復、バニゲージ回復とか、なんかすげえ能力たくさんついてるんで、やっぱユニゲが魅力的なキャラだね。アーツ効果は打撃にアーマーがあって、特殊アーツで敵のボール吐きとか気力減少できるとこがポイントかな。ここら辺覚えといたら問題ないと思います。6周年に優秀な全開美枠も2枚出たんで、頑張ってもらおうと思います。それでは早速 PVP の方やっていきましょう。うっしゃー。はい、お願いします。相手は、劇場版パーティーだったかな。いや、この再起ダブルどうすればいいっすか。はい。打って、速圧。にゃー、オーケー、甘っ、ナイス。このキャラはね、ユニークゲージをマジで大事にして動いていきたい。まずワンコントレターはほんまにでかい。で、ここお手軽特化向こう。火力特化いいね。やっぱ、あれだね、キスマフが余談 150% あったから、1年前のキャラといえど、火力高いね。ウルトラだからね。はい、で、これ、突進系のアーツ大丈夫です。最強すぎ強ない。で、ここ、バニゲ回復して、究極アーツ打てるんで、やばない。それ、タレス落ちんぞ、多分。強すぎイエハハハほんまに青の、劇場の、同じウルトラですか。ちょっとやばすぎやせんか。強強強はい。これ、通常でいけんな。オッケー、出血も効いてる。ぶっ壊れすぎるんだけど、ジャネちゃん。で、ユニゲはマジで2周目ために行きたい。ギエーイ反応。夜間入れるか。いやー、まずいな。キエイが強すぎるわ。ま、でも1戦目から、めちゃめちゃ可能性感じましたね。いや、今日はいける。はい、降参です。さあ、お願いします。ごちごちの GT 編成ですね。いや、緑がいるんがね、嫌なんですけど。ぐぎゃーこのジャネちゃん、クソ強いことが分かったんで、いけると思う。ちょっと見て。オッケーこれ、時止アーマーも偉いよね。いや、ジャネンバ一回戦出の能力がめちゃめちゃ揃ってんぞ。素晴らしい。えい。久々に地獄を見ずに、この企画が進められるかもしれない。しかも気力源無効だからね。イーシンロンマスクのユニークゲージも効きませんと。優秀すぎ？はい、一冊で。オッケーオッケー。削りもいいっすね。強い、マジで。行こう。まあ、ドカバツキね。ここ！強すぎ。これが邪念バパワーなんだよね。はい。下げてくるか。それさ、回ってる？落とせ！無理か。もう一枚。くぅふぃまあいいよ。究極圧。これ強すぎだろ。で、まあ石のマスク回ってくるけど、全然オッケー。はい、不滅使わせてもらいます。しかもこれ、いいよね。バニゲ回復できんのとかも。もう、ワイに使えと言わんばかりの能力してるんだけど。してくる。これユニゲ使わしたい。そこ。オッケー。スーパージュナステじゃね？ジュナステたくね？諦めて捨てろ、もう観念しろ観念しろ、もう変なことしないでくれ。予約必殺。いや、捨てるだろ。マジで落ちたぶっ飛ばす正解見てこまい。はい、最強。で、手札引き入れて。撃つよ。待って、こいつやばすぎや。究極圧2回撃てるんや。えい。ラストワン54。あ、ちしようか。潰して、はい！よし。で、ちゃんとボール現象使わしといて、ボール消化して、あと一つですね。で、相手ライ溜まってねえから、ちょ、ユニケ早回ってほしい。おはようございます。なんでパリ回ってんのに遠距離してくんのさ。ちょ、敗読書外せ、マジで。敗読書外せ。だろう、ジャレンバー。いける、お前ならやれる。外せ、外せ。ないのもう、くだらん、マジで、ほんまに。さあ、これは上3枚固定選出でしょう。オッケーオッケー。青の刺さりが、
初めていいですね。でもね、ジャネンバね、ユニゲによる稲子効果はめっちゃ強いんですけど、耐久自体は全然ないんでね、なんか、それがむずいんだよね。ユニゲ結局なくなった時にワンコーン切ると、だいたい等倍でも落ちちゃうんで。ユニゲの管理を、ちょ、待って、中級射撃してくんのか。外れてるよ。そこら辺見れて、まあ、唾液で止まるだろ。唾液打ってこーい、唾液打ってこーい、ありがとう。はい、これで、究極圧。全開引き5枚のっけ、どんだけ効くか。これ、ワンチャンさ、ふんまり一回死んかな。ぶっ飛ばせ。キャー強っ、即射撃ちまーす。いいぞ、オッケー。特化向こうに回る。あー、ないんか、なくなってんのか。あ、マキャン振りたい。いや、潰して、ラキャンの駅ね。了解。ここ強い。今日、ドカワツキの調子がすこぶるいい。ねえ、これ外しますね。あえてクイックして唾液からの、これで外れてるはず。マジ出てこんの？オッケー。ついや！やーば！ユニゲちょっとでも稼ぎたいんで、ちゃんとブーストして殴っていく。突っ込んでくるだろ。よしよし！落とせー！必殺やつ！ギギーン！無理か。特殊ありそう。待って、跳ねちゃった。弱い動きした。これ見えるわ。いやー、何してる？オッケーオッケー！落としきれ！ギリ足りんか！まあ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 、究極残ったんで。よしとしますか。大剣大剣。オッケー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 。回避圧っぽいね。打撃は振ってから速圧だわ。この方、覚えた。はい。で、ユニゲがあと 40% ぐらい。頑張ってほしい、マジで。バリカイクしたわ。時間稼ぎたい。合体してくれ。いや、これマジ勝てんぞ。単発。ここ射撃押すと。ユージムーブ。最強！いや、これまだアルハン混んだろ。オッケー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 。ボール持ってこい、ボール。ボールをくれ俺に。いや、マジかよ。ユニゲがでももうちょっとで、たまるんだ！ちょ、やめてマジで！ユニゲたまりきれ！敵に必殺打たれる前にユニゲ、たまれ！たまってくれ！頼む！お願いや！あと2ミリ！あと2ミリなんだって！ちょ、マジで！うわぁ！うわぁ！惜しかった！マジかよ！いや、これ2周目どんだけ貯めるかの、技術が問われんぞ。もうちょっとやるかと思ったのによ。ボスちゃん、僕たち強すぎ。おめえ強えな。ほんにーほんにー、やばい、編成当たって、これこれはマジでクソチャンスだ。超チャンス来ました。過去に稀見ない、すごすぎる編成だ。完全お接待パーティー。しかもブロリー母体でしょ。いや、究極でワンパンできんだろ、こんなん。もう全員ワンパン圏内だろ。敵が唾液打った時は一体落ちる時です。撃って、撃って、そこか。なるほど。オッケー、唾液カウンター入れて。いや、この試合はね、マジで真剣に行くよ、僕。はい、タピオカクリニックに究極圧。いや、落とせるかな。相手もまた全開 BT がたくさん乗っています。ぶっ飛ばせ！ギリかリンか。腹パン。見て、ボール現象入れて、もう、ライは絶対遅延しておかないといけない。ライはほんまにやばいんで。即、オッケー。つんよー、パン来い。オッケー、これね、気力源無効なんで、めちゃめちゃパンに強いです。優位属性で気力源たくん無効はやばすぎる。よしよしよし、タピオカクリニック落としてくる。つんよ、反応。これ待ってない間に。やばすぎ。はい、最強です。気力源無効がこの世で最強のアビリティなんだよね。ちょっとジャネちゃんが強すぎてね、あの試合じゃ不完全燃焼なんで、もう少し暴れてもらおうと思います。いや、さすがに赤染みに対してはクソ息切できたわ。しかもうまいこと気力源太くん持ちがね、理解感が熱すぎた。さあ、究極圧ぶち込み。あえて200万しか体力ねえぞ。いや、それいけると思うよ僕。クソの高いアルハンでも200万ぐらい削ってたもん。強すぎや、もうこいつエグいチータやと。あの、そっか、ひよみ。あー、やばい。
他の1回戦出できねえよ。やばすぎてよ。いやでもこれ全然負ける可能性はあるんだけど、50本ワンパンできる火力やばすぎ。普通にマジ最強すぎるわ。クソ楽しい。やっててこんなにメインチャンネルで楽しい試合ができるなんて何年ぶりだろ。神社駅即オッケー、助かる。これもう海洋神捨てないと。そうだよね、無理だよね。でメインで敵じゃ破棄させて時間稼ぎます。ユニゲ2周目が欲しい。それやばい。何をしてんの、何してんの。それ勝てるよ。そしてそして2発目のキリキクでまさかのガタムシともやっちゃう、やっちゃうんですよね。まごうってことなき。お前はもうただの最強キャラや。もう縛りでもなんでもねえよこんなの。強すぎ。はい、ということで今回は前回引き5枚のっけの邪念場使っていきましたが、いやすごすぎこいつ。カウンター究極がとにかく強すぎる。1年経ったとは思えないぶっ壊れ火力出してくれたし、コンボ力とか他のところもね、本当に申し分なかったですね。特に今回気力現象がめちゃめちゃ生きたよね。なんと2勝するまでにかかった時間30分でございます。すごすぎる。本当に幸せな気分今。ハイスコア更新したかもしれんわこれ。ということで普段からマイナーキャラクターマイナーパーティー使いまくって遊んでるんで、ぜひともチャンネル登録高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。